はい、皆さんこんにちは。今日は iPad で画像合成をする方法を紹介していきます。で、明日ですね、ソフトバンクの名古屋店で初の iPad セミナーをやるんですけど、それのポスターのデザインがですね、こんな感じで送られてきました。でね、すごいアミテイ先生めっちゃフューチャーされてて、めっちゃ楽しい感じのポスターになってるんですけど、これがソフトバンク名古屋店の店頭とかに飾られるみたいなんで、今日はそれのモックアップ画像っていうのを作っていきます。で、ソフトバンクのセミナーに関してはですね、明日の11時半からセッションが始まるんですけど、全部で3セッションあります。で、全部同じ内容なんですけど、プロクリエイトを使っておしゃれなハロウィンカードを作ろうっていうのをみんなでやっていきたいなと思っているので、ぜひね、近くの人は来ていただけると嬉しいです。で、朝の10時から整理券が配布されるので、もし早く来れる人は10時に来ていただけると、すんなり入れるかなと思います。で、今日やることなんですけど、これソフトバンク名古屋店の店頭ですね。で、こんな感じでスタンド型のポスターがあったりとか、あと店内にもこういう壁掛けのポスター、POP みたいな感じかな、のがあって、ここにですね、さっきの私のポスターデザインっていうのが掲載されるみたいなんですよね。で、実際そのポスターがここに掲載されたらどういう風な見え方をするのかっていうのを検証してみたくて、で、 iPad でちょっとその合成画像を作ろうっていうのが今日のチュートリアルになります。で、これをね、サクッとここにはめていくんですけど、その時に使うアプリはですね、アートスタディオプロっていうアプリを使います。これ結構前にね、何回か紹介したんですけど、ほぼフォトショップアプリって言って、もうフォトショップの機能がほとんど搭載されてるようなアプリです。で、全部英語表記なので、ちょっとね、最初とっつきにくいかなとは思うんですけど、慣れれば簡単にできるので、ぜひね、興味ある人、画像合成とかやってみたい人はダウンロードしてみてください。はい、じゃあ始めていきます。アートスタディオプロ開いたら、一番初め右上のプラスボタンから、今回はですね、ニューフロムフォトズっていう写真を呼び出す感じで始めていきたいと思います。で、写真の中からさっきの画像を選びます。で、右上にレイヤーパネルがあります。で、下にプラスボタンがあるんですけど、ここで新しいレイヤーをどんどん追加していく感じです。で、今回はですね、さっきのポスターデザインをこの中にはめ込んでいく感じになるので、写真アプリをこんな感じでスライドオーバーで立ち上げてあげて、右に立ち上げてあげて、この状態でこんな感じでドラッグ&ドロップして放り投げてください。で、アートスタディオプロでドラッグ&ドロップすると、たまにこんな感じで新規のプロジェクトで画像が立ち上がっちゃう場合があるんですね。で、その時は、エディットのところにコピーっていうボタンがあるので、コピーを押して、で、その状態でさっきのこのソフトバンク名古屋店の方の画像に戻って、エディットからペーストを押すと、この中に画像が配置されます。で、サイズ変形かけていくので、このポスターのレイヤーが選択された状態で、エディットからトランスフォームっていうのが下の方にあるので、これを押します。そうすると、このサイズが自由に変形させることができるので、ここのモード、今モードがフリーになってるんですけど、ここ一番最初、スケールに変えてください。で、スケールに変えると、この縦横比っていうのが固定された状態でサイズをこういう風に自由に変形することができるので、この状態である程度のサイズのところまで小さくしてあげます。で、この状態でさっきのここモードのところをフリーに戻していくんですけど、このフリーにするとですね、バウンディングボックスの四隅、この角がポイントで自由に動かせるようになるんですよ。で、これでこのスタンドバナーの四隅角ですねに、サイズを合わせていくっていうような感じです。これがね、Apple Pencilでできるのがすごいいいなと思います。マウスだとね、ちょっとやりにくかったりするんですけど、 Apple Pencilだと細かいところまで微調節ができるので、めちゃくちゃいいなと思います。で、ここまでできたら、最後ちょっとこの光の方向というか、シャドウの感じをちょっと付け加えていきたいので、新しいレイヤーを1個上に追加してください。で、左のツールパネルのところから、グラデーションツールっていうのが下から3番目ぐらいにあるので、これを取って、光の方向、向きをちょっと意識して、こんな感じでこうスライドさせてあげると、白黒のグラデーションが出てきます。
で、ある程度決めたら、このレイヤーを選択して、右上のギアマーク、ここを押すとですね、いろいろ項目出てくるんですけど、この中から、Enable Clipping Mask っていうのがあるので、これを押します。で、そうすると、この下のポスターにだけこのグラデーションがかかったような感じになります。で、表示非表示するとこんな感じなんですけど、これ後からこのグラデーションを変えることもできて、もう一回こうやって画面をスライドすると新しいグラデーションがこう新規で生成されるので、まあだいたい右上から光が来てるかなみたいな感じで作ってあげます。で、できたらこのブレンディングっていうところを押して、今回はね、リニアバーンってやつにしようかな。リニアバーンとかカラーバーンとかモーティプライとか、それがこのシャドウ感を作るのにいいブレンディングモードなんですけど、今回はリニアバーンっていうのに選択して、で、不透明度をちょっと下げてあげると、この右上から光が入ったようなちょっとシャドウっぽい、効果を作ることができます。で、細かい色の調整はですね、この右下のお日様のマーク、ここを押すと調整レイヤーがたくさん出てくるので、今回はカーブっていうのを押して、で、このカーブもですね、さっきのエネイボークリッピングマスクにします。で、このポスターの画面のところだけ、このカーブの調整レイヤーが適用させるようにしていきます。こんな感じで、カーブいじってあげると、このポスターのところだけが色変わってるのがわかると思います。で、もしですね、このベースの写真の色を変えたいときは、このベースの写真の1個上に調整レイヤーを作ると、この写真のね、トーンを変えることができます。はい、ということでこんな感じで1枚目完成です。ちょっとね、ポスターすごいちっちゃいんで分かりにくいかもしれないんですけど、まあ当日店頭、お店の前はこんな感じになるって感じですね。で、こっからお店の中ですね、店内の方のポスター作っていきたいんですけど、店内の方は4つあるのでちょっと工夫が必要というか、少しレベルアップして解説していきますね。で、さっきと同じようにエディットのところからペーストしてポスターを貼り付けます。で、変形させたらこのポスターのレイヤーを選択した状態で、下のバーの中にプラス、この四角に囲まれたプラスの方ですね、ここの中にジュプリケートレイヤーっていうのがあるので、これ複製するという意味です。なので、これで同じものを4つ作ってください。で、こんな感じでサイズ変形ができたら、こっからこのポスターがちょっと額縁にね、入ってるような加工を加えていきたいんですけど、それをするときはこのレイヤーを選択して、この右側に矢印のボタンがあるので、ここを押します。で、そうするともっと細かい加工の設定が出てくるんですけど、この一番下にエディットエフェクトっていうもっと深い層があるんですよ。で、ここを押すと、この中にインナーシャドウというものがあります。で、これを押すとこのポスターの内側にシャドウが入ったような感じになって、ちょっと奥まったような表現を出すことができます。で、さらにこの矢印ボタンがね、また右側にあるので、ここを押すともっともっと細かいインナーシャドウの詳細ができます。例えばこのシャドウの濃さだったりとか、あとはぼかし具合だったりとか、あとこのシャドウの大きさをここで決めます。あとアングルですね、角度とかも決めることができます。で、こんな感じでインナーシャドウね、つけれたんですけど、これ今4枚あって全部にインナーシャドウつけるのって結構めんどくさいじゃないですか。なので、これをですね、もっと時短でやる方法があって、一旦これ4枚ともグループ化してしまって、そこにインナーシャドウをつけるっていう方法があるので、それを紹介していきます。
一旦さっきつけたインナーシャドウは、オフにしてます。でこの状態で右上のセレクトを押してこの上の4枚全部選択します。でこの状態で下のプラスボタンから、この中にグループセレクティッドレイヤーっていうのがあるのでこれを押します。でそうするとこの4枚がグループ化されるので、このグループに対してさっきのインナーシャドウを付け加えていきます。なのでこの右側の矢印ボタンから、下のエディットエフェクトですね。でこの中から、インナーシャドウを選びます。でそうすると全部にこんな感じで同じインナーシャドウが付け加えられるのですごい早いですよね。でこのインナーシャドウの上にエンボス加工っていうのもあるんですけど、このエンボスもオンにしてあげるとよりなんかね立体感というか額縁に入ったようなエフェクトが付け加えられるので、このエンボスも、効果として入れてあげるといいと思います。で最後ですね、1枚目と同じように光の方向ですね、光のグラデーション白黒のグラデーションを入れていくので新しいレイヤーを1個追加して、でこの状態で左のツールバーからグラデーションを取る。で全体的に光をかけていきます。で大体決まったら、さっきと同じようにギアマークの中から、エネイボークリッピングマスクです。でそうするとこのグレープに対してグラデーションがかかったような感じになるので、これも一気にできて便利ですよね。でこんな感じでグラデーションの位置とかポジション、あと大きさを決めてあげて OK です。でさっきと同じようにブレンディングモードの中からリニアバーンを選んで太め度を下げます。でそうするともうほぼ完成ですね。このグラデーションのシャドウのやつはあんまり強くなくていいです。少しだけかかってるような感じで十分だと思います。でこれでもうね、あの風に近づいてるので、あとは色調を調整して終わっていくので、ここからちょっと早送りで最後まで回していきます。はい、ということでこんな感じで2枚目完成になります。2枚目はねちょっとね色が濃かったので全体的にサイドとか落としてトーンダウンしてちょっと大人っぽいね感じにしてみました。でいろいろ調整レイヤーとか付け加えてるんですけど、やっぱりこの2枚目の肝となるところはですね、グループ化したレイヤーです。でこのグループ化したものに対してインナーシャドウをつけてるっていうところが結構あの大事なポイントになるので、もしねあの分からなかったら一旦動画とか巻き戻してもらって、しっかりとこのグループ化っていうのをね覚えてもらえるといいんじゃないかなと思います。でこの色の調整とかね、なんかよくわかんないとかめんどくさいって思う人いると思うんですけど、そういう人はですねこの画像にデザインを当てはめるっていう、それだけでも全然いいと思います。この画像にデザインを当てはめることをモックアップとかカンプって呼んだりするんですけど、それがね自分でできるようになるだけでもすごいいいと思います。あのデザイナーさんにねいちいち頼まなくても自分で iPad でシャシャッとこれぐらいの合成画像なら作れるよっていうところをですね、ぜひあの見せびらかしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日のチュートリアルはこんな感じで終わりにしたいんですけど、明日の11時半からですねソフトバンク名古屋店で皆さんお待ちしておりますので、ぜひねお時間ある人は来てほしいなって思います。で整理券の配布は10時からですね、朝の10時からになります。で私もねもう皆さんとお会いできるのすごい楽しみにしてて、いつもね家で引きこもってばっかりなので、皆さんとお会いできるまたとないチャンスなので、あのぜひお越しください。はい、あとですね今日 iPad Mate の方なんですけど、あの今日作ったアートスタディオプロ調整パネルのところがねすごい重なり、層が重なってて、あの早回しで分かりにくかったと思うので、それがよく分かるような何か参考資料つけておくので、よかったらねあのスラックの方を見てみてください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が良かったらぜひいいねボタンお願いします。ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。